川崎ゼファーとは、かつて、川崎重工業が、製造を販売していたオートバイであり、廃棄量別に、シリーズ車種として製造されていた。ゼファーとは、製風である。かつての Z シリーズを早期させる Z で始まる、英単語を命名するにあたり、川崎重工業の二輪車製造拠点工場である、兵庫県明石市から副業界への新風と、 なるようにとの願いを込めて名付けられた。1989年、レーサーレプリカ前世紀に、カウルナッシュの開古的なスタイルを前面に押して登場した。これが、フルカウル以外の選択肢を求めるユーザーに、受け爆発的な売れ行きを見せ、ネイキッドブームの立役者となる。メーカーによる、自主規制の上限値を意識しない出力設定は、加熱しすぎていた。 カタログスペック競争に一石を投じることとなり、ユーザーのバイク選びのスタイルが変わるターニングポイントとなった。このゼファーのヒットは、レプリカブームにおける販売不振により撤退も、検討されていた川崎重工業の二輪車事業を、同社の大きな収益源に生まれ変わらせる原動力ともなった。商標としてのゼファーは、アメリカの自動車メーカーであるフォードモーターが、 自社製品用として、すでに取得、使用していたが、川崎重工業としてはどうしてもこのモデルに、ゼファーと名付けたいためにフォードとの交渉を行い、名称の使用権を得たという経緯がある。それまでの国内二輪、メーカー四社の製造するオートバイでは、燃料タンクのメーカーロゴとサイドカバーの車種名という、配置が一般的な表記であった中で、 それとは逆に燃料タンクに車種名、ゼファーとサイドカバーにメーカーロゴ、川崎を配したデザインも当時は非常に新鮮であった。当初は 400cc モデルのみの計画であり、発売と同時に大量のバックオーダーを受けた際にも 750cc モデルは出すつもりはないというリリースがオートバイ専門誌に掲載されたが、 日本国外からの要望も強く、1990年に 750cc モデルの開発が開始し、続いて 1100cc モデルの開発も開始して、1992年に発売された。結果的にどちらもロングヒット車種となっている。750cc モデルは大型自動二輪の教習車としても用いられている。400cc クラスでは、 他社のネイキッドバイクに対抗するために4バルブ仕様のゼファーカイが1996年登場したが2バルブ仕様の初代モデルも2年ほど並行してラインナップされ続けた2008年9月に自動車排出ガス規制が強化されることが決定したことから 750cc モデル 1100cc モデルとも2007年をもって一足早く販売終了となり Z-1Z-2 の初期型モデルを彷彿させるグラフィックパターンのファイナルエディションが発売された。400cc モデルのゼファー海については、規制強化後の2008年9月に生産終了が公表され、上位モデルと同様のファイナルカラー仕様が2009年3月に発売された。仕様遠隔ゼファー海は1996年に発売。 ゼファーをベースにエンジンを2バルブ仕様から4バルブ仕様へとマルチバルブ化したことにより46馬力から53馬力へのパワーアップを果たした。また、エンジン本体の仕上げ色が黒塗装に変更された。1997年には足回りを中心に多数の変更を受けた。また、従来は単色無地だった外装に初めて ストライプラインのグラフィックが採用されている。使用遠隔輸出仕様のゼファー550ゼファーの派生モデルには輸出専用車のゼファー550がある。1990年の初期型から1999年の最終型まで製造された。輸出先各国の規制に合わせてエンジン仕様が変更され、同一のモデルであってもそれぞれ出力が異なる。 アメリカ仕様やカナダ仕様では 50PS のフルパワーとなっており最高出力により保険金額が異なる制度をとっていたドイツ仕様やハイガス規制の厳しいカリフォルニア州仕様では 40PS に満たない出力であるなどスペックには大きな差がある。なお 400cc モデルとは違い 550cc モデルでは4バルブ仕様の 回としての更新はなかった。国内仕様のゼファーとの相違点は、排気量以外にスピードメーターがフルスケールになり、走行距離はマイル表示、マフラーも輸出用の刻印の入った専用のものになる。また、リアフェンダーの両サイドにリフレクターが装着されているのもゼファーとの相違点である。発売当初から逆輸入車が日本国内でも販売されていたが、 登録台数は非常に少ない。使用遠隔ゼファー750は、ゼファーシリーズの特徴となった、ノンカウル、パイプ交換フレーム、丸目一等、ヘッドライト、空冷直列4気筒エンジン、日本リアサスなどを踏襲し、左右2本出しのマフラーを装備するモデルである。特に、7班である、このゼファー750は、丸みを帯びた燃料タンク、丸型のカムカバー、 テールカウルなどの造形がイメージモデルである Z-2 の雰囲気を連想させるものになっている。2004年モデルの C10 型ではエンジンの塗装色がそれまでの銀色から黒色に変更。エンブレムに関してはそれまでのタンク側のゼファーとサイドカバー側の750からタンク側、川崎サイドカバー側、ゼファー750に変更された。また、 マフラーもメガフォン形状のサイレンサー部分がそれまでより延長されている。2007年1月19日にはファイナルエディションが発売された。グラフィックには1973年式 Z2 初期型をイメージさせる茶色とオレンジ色の通称ファイヤーボール火の玉パターンを施され艶消し黒仕上げのホイールを採用。素材を改良されたシートや アデアリクロ塗装で仕上げられたフレーム、サイドカバーの750ダブルオーバーヘッドカムシャフト、エンブレムなど特別仕様となっている。ファイナルエディションより Z-2 に近い雰囲気の派生モデルであるゼファー 750RS が1996年から2003年まで併売された。ホイールは標準仕様のキャストホイールからチューブタイヤを使用する。 スポークホイールに変更。エンブレムも標準仕様とは違い、タンク側は、川崎及びサイドカバー側は、ゼファー750とされた。初期のゼファー750では、単色カラーのラインナップだったのに対し、ゼファー RS では、ファイヤーボール風のグラフィックが、初期モデルから採用されていた。また、1999年式、2001年式、2002年モデルでは、 ゼファー750、ゼファー 750RS ともに共通のタイガーパターン風のグラフィックを採用している。1999年式モデルでは1974年式 Z2A と同様の配色によるグラフィックとなっており、2002年式モデル2003年モデルでは1975年式 Z2A 後期型と同様の配色となっている。 使用遠隔輸出仕様のゼファー750、RS ゼファー1100は、ゼファーシリーズの特徴となった、ノンカウル、パイプ交換フレーム、丸目一等、ヘッドライト、空冷直列4気筒エンジン、日本リアサスなどを踏襲し、左右日本出しのマフラーを装備するモデルである。ゼファー750と比較すると、タンク形状やフレーム構造等の点からゼファーに近い。 外観となっている。2004年モデルの A 9型では、エンジンの塗装色が、それまでの銀色から黒色に変更。エンブレムに関しては、それまでのタンク側の、ゼファーと、サイドカバー側の、1100から、タンク側、川崎サイドカバー側、ゼファー1100に変更された。2007年1月19日には、ファイナルエディションが発売された。 2002年の A7 型以来の登場となるファイアーボールパターンのグラフィックが施され同様に2004年の A9 型以降では途絶えていたリム切削仕上げのホイールを採用素材を改良されたシートやアデアリクロ塗装で仕上げられたフレームサイドカバーの1100ダブルオーバーヘッドカムシャフトエンブレムなど特別仕様となっている ZR1100A6SA ファイナルエディション ZR1100A6FA、パールソーラーイエロー、エボニーゼファー 750RS 同様に、派生モデルであるゼファー 1100RS が1996年から2003年まで、併売された。ホイールは、標準仕様のキャストホイールから、チューブタイヤを使用する、スポークホイールに変更。エンブレムも、標準仕様とは違い、タンク側は、 川崎及びサイドカバー側は、ゼファー1100とされた。シリーズのイメージカラーの一つである、ファイヤーボール風のグラフィックは、750cc モデルには採用されていたが、ゼファー 1100RS では用いられることはなかった。一方、B2 型のパールコスミックグレーは 1100RS のみに、採用された、専用色と言える。なお、 1999年式から2003年式のモデルでは、ゼファー1100と共通のグラフィックが採用されていた。使用遠隔、ありがとうございます。